皆さんこんばんは、カウプパパです。先日動画でも出した通りですね、野宿をやってきました。まあ野宿でですね、だいぶ派手に落っことしたりですね、まあそんな感じがあったんで、まあいずれかはですね、まあここら辺が欠けちゃうんじゃないかなと、まあそんなところもありまして、このカバーじゃなくてですね、別のものを買ってみました。ちょっとアマゾンで見てみたら、非常にですね、レビューの評価が高いものがありましたんで、ちょっとご紹介したいと思います。これ今日届いたやつですね。まあ、ちょっと開けてみますけど、このね、僕はこれ開け方が下手くそなんですよ。こちらですね、まあこんなものをですね、買ってみました。ここにですね、タフアーマーって書いてあります。タフアーマー、まあいかにもですね、ごついと、まあ開ける前から分かるんですが、ここにね書いてありますね、メーカー名が、これね SPIGN って書いて、僕はねスピゲンだと思ってたんですね、日本語読みで、ローマ字読みでスピゲン、シュピゲンだそうですね。なんかこのメーカーのサイトを読んだらですね、シュピゲン、なんとなくドイツ語っぽいんですが、まあそんな名前だそうです。じゃあとりあえず開けてみましょう。おう、これゴムのですね、カバーの本体ですね、こんなのがあります。中がなんとなくスパイダーっぽくなってますね。こちらがですね、ちょうどクレジットカードサイズのプラスチックの板ですね、これが入ってます。これもシュピゲンと、まあ、いうふうに入ってる、ちょうどクレジットカードの大きさですね、プラスチックのペラペラが入ってます。 iPhone6、これをはめてみたいと思います。こうか、バッチリぴったりですね。さすがまあ専用品ですけど、まあ後ろがですね、まあこんな風です。レンズホールとフラッシュの穴とですね、ここはちょうどアップルマークのところに指をね、まあ、ここに引っ掛けられるようにですね、こちらがですね、ボリュームの上げ下げボタンですね、ここが、まあ、カバーされておりますけど、まあ、押した感じはですね、非常にタッチフィーリングはいいですね。カバーかけてあるかどうか分かんないぐらいいいです。あと音のですね、まあ、消すやつ、まあ、ここのスイッチがですねちょっと深いですね。爪が僕伸びてないんですけど、まあ一応大丈夫ですね、一応 OK です。僕ぐらいの普通の爪だったらですね、引っかかります。あとこっちのパワーボタン、反対側のパワーボタンですが、パワーボタンに関してはちょっとタッチがですね、強めかな、強くやんないと。強くやんないと消えない。まあでもこれぐらい強い方がいいかもしんないですね。うん。で、そこの部分ですね。まあスピーカーとですね、ケーブルコネクターと、まあ、イヤホンジャック。まあこの部分は綺麗にですね、寸法通り、さすが専用品ですね。ぴったり来てます。プロテクト性能はですね、実際ここで落としてやるわけじゃないんですけど。基本的にですね、まあこっちとはですね、もう比べ物が、比べるべくもなくですね、非常に頑丈なのが、まあ手に取った感じでわかります。まあ、ちょうどこれはね、多分ね、ソフトバンクのオリジナルのやつだと思いますけど、これがこんな感じに対してですね、こっちはですね、ちょっと指が回んないぐらい大きくなっちゃうんですが、全体の寸法はですね、6のプラスほど大きくはならないですけど、まあ、かなり大型のスマホと、まあ、いうような感じになりますね。で、先ほどのですね、こちらクレジットカードサイズのプラスチックの板があったんですが、これ何に使うかという部分なんですが、
ちょうどよく見ていただくと、この裏面ですね、ここにスリットが入ってます。このスリットですね、俺も何に使うんかなと思ってたんですけど、ちょうどこのクレジットカードの大きさのやつをここにはめるんですね。ちょっときつめですけど、まあきついぐらいいいかもしれないですけど、ちょうどこれでですね、まあこのように、寝かせて使えると、まあ、寝かせてというかですね、まあこんな感じでですね、まあ後ろの突っかえ棒になると、まあいうようなことで、まあこのままピッと、まあいろんな動画を楽しんだりですね、ネットをやったりですね、まあそんな風に使える、まあそんな風に使えるですね、突っかえ棒がついているというようなことです。で、基本的にこれどこに収納するかってことなんですが、これはですね、ここどこにも入りませんので、まあお財布かなんかのですね、クレジットカード入れ、まあそんなところにスッと忍ばせていただくと、まあいうようなことで使うことができます。ちなみにシュピゲンのタフアーマー S iPhone 6よと、まあいうようなケースでございました。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。